皆様ごきげんよう、小向井美奈子です。今日はですね、コムの部屋、こういう番組になりました。この番組はですね、 AV 女優さんを私のお部屋にお招きしてお話をしていこうっていう番組になります。それでは今日初めてのゲスト、風間由美さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。先日ですね、風間さんの弓の部屋というところにお呼びしていただいたので、それをパクってみました。すいません、すごい、ね、すいません、シール貼ってでも全く違う。ああ、そうですね、花とかいらないんだよ。私こうね、大好きな豚麺を置いてこんな感じでやっていこうかと思います。それではお席の方でお話を、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では由美さん、今日よろしくお願いいたします。これね、今日初めて見たから全然わかんないんですよ。今回はですね、風間さんに事前にアンケートを書いてもらったんですよね、その内容を元におしゃべりしていきたいと思います。はい、最初のトークテーマはこちら。すいません、ちょっと、じゃあ由美さんの部屋はあるじゃん。あるね。ちょっと、はい、コムの部屋ってない。予算の都合上、はい、予算の都合上。あ、そうなんだ。はい、あ、じゃあこちら、はい、口頭でいくよ。風間由美はやっぱり風間由美だった。なに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 。出たら出たらそれ、どういうことどういうことってなれるんだけどね。はい、なんて読むの？字？自他共に認める。うん。自他共に認める。うん。うん。マイペースでおっとり、しかし時には頑固に。どういうことですかこれ？そう、なんか人にも、はい、マイペースでおっとりって言われて、ですっごいこう近い人には頑固だって言われるね。ほう、はい。うん。でそれ自分でもわかるの。自分でもマイペースでおっとりしてるけど、頑固な部分もあるなって。ひー、なんかね。だってなんかおっとりしてるやっぱイメージだから、頑固というよりも自分の思ったことは言葉に出して、まあ、意見が食い違っても、うん、そうなんだ、うんうん、それを最初にカメラに向かって言ってほしい。へーは視聴者側なんで、へーさっきのトークをそのまま流れていってほしい。最初からいく。じゃあ最初からいきましょう。風間由美はやっぱり由美だった。結構戻ったな。風間由美は風間由美だった。そういう風間由美は由美だったって。風間もつけてほしい。風間そこしっかりお願いします。ね、ほんとさ、ちゃちゃ入れるのやめてくんないとこ。由美さんの時はね、ガーにさ、こうセレブ感をさ、セレブ感をきなんか味わいながらこれ取れたのにさ、ね、ちょっとじゃあセレブ感出してみて。よろしくお願いいたします。次行きましょう。次もちゃんと質問。はい、はいはい。風間由美はやっぱり風間由美だった。自他ともに認める。マイペースでおっとり、しかし時には頑固に。書いてありますね。自分でマイペースだな、頑固だなと思う出来事、エピソードなどありました。まあ、普段は本当にマイペースだし、おっとりしてると思うんだけど、近い人、親とか本当にこう近い人には頑固だよねって言われたことがあって、でそれで言われて初めて、あ、私そうか、頑固だと思って、なんだろう、なんかもうこれってなったらこれなんだよね、なんか譲れないっていうのはあって。無駄に尺を取るのやめちゃった。そう、そうなんですね。頑固っぽくないでしょ。はい、うん、そう言われるんだけどね。でもなんか自分の思ってることとか伝えておこうかなって思ってるであろうことは多分はっきり言ってくださる方なんだな、うん、はっきり言わないから。怖いよ。ニコニコしてるからね、由美さんよく。思ってること言えないタイプなんだけど、うん、多分言える人には言うから、おそれがすごいやっぱ頑固が出ちゃうんだろうね。
まあ、でもこう心許してる相手だから、うん、そうそうそう、もちろんもちろん、うん、うん、意外はい、次行ってよろしいですか、はい、好きな料理、お刺身、カムチャタン、うん、シャハガニ、うん、おお、シャハガニね、カニ大好きです。お刺身とかはどんなものが好きなんですか？イカ、カツオ、赤身、マグロの赤身が好きかな、うん、今聞いたんですけど、お刺身一口も食べない。あ、そうなんだ、はい、生ものがダメ？生ものダメで、聞いたはいいんですけど、食べれないもの美味しいですよね、あるよね何食べてんの？カニ？カニっすか？野菜か。ああ、もう、あ、これ？これっすね。これ家に超常備してますね。不健康でもカップラーメンとかも私も食べる時もあるけど、カズモさん、カップラーメン食べるらしいですよ、皆さん、もし風間さんと回転寿司に行ったら、うん、回転寿司に行ったらまず何を食べますか？行きますか？行く行く、全然行く。行くらしいよ、楽しいし、なんか何食べるかな、最初イカかな。イカ、うん、あ、ビールまずビールいろんなとこ行ってみたいね、楽しいよね。行く？何、一緒に行くってこと？行こういいだろ、ほら、お前ら。でも、何を食べんの？お寿司。この間、うん、一人でよくたまに行くんですけど、私食べるのはコーンの軍艦、納豆の軍艦、カニカマの軍艦でございます。あ、はい、あと卵ですね、ミリオン。もう全部ダメなんだ、生。カニ刺し美味しいよ、カニ刺し食べたくて。でもなかなかやっぱ東京とかなくて、あったとしてもすごい高いとか。高いっすね。そう、なんか大阪行った時にイベントで、はい、フグ屋さんだったか、でもフグも安いし、カニ刺しがそこ安くて、もうトロトロで美味しくて、まあね、あれ食べれないけど、はい、あれは食べたい、カニ刺し食べたいんです。送ってこいカプセルエージェンシー事務所に送ってこい、新鮮なやつを。なかなかでもね、難しいよね。私はちゃんとお一枚届けるんだよ知られざる風間由美の恋愛事情とは、見た目、性格、相性、優先順位は、モテって言われたの。モテって言われたの、うん、そう。